以上がこのクソみたいな企業を志望した理由になります。はい、ありがとうございます。では最終テストなんですけど、このペンを1万円で買ってください。は？え、いやですけど。あれ違うな、このペンのまず、あ、そうだ、このペンで1万円を売ってください。たぶん嫌ですって。なんで僕が1万円もそのペンに出さないといけないんですか。え、ちょっと待って、こんがらがってきた。さっきから何なんですか、何がしたいんですか。いや、君にこのペンを1万円にしてもらいたい的なやつで、面接で押し売りとか何考えてるんですか、この企業。失礼します。ちょちょちょ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、わかった、わかった、この1万円をペンで買ってください。まあ、間悪い。